プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日はバタ足の説明動画ですが、まずはこちらの動画からご覧いただくとより内容が理解しやすいと思います。先日の角田コーチの動画でバタ足を例に初心者指導について話していただいたのですが、その中で興味深い話がありましたよね。そう、バタ足は膝を伸ばすか曲げるかというお話なので、ここでバタ足のコツをおさらいしておきましょうか。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。個人レッスンは今年12月17日まで。バタ足の基礎、バタ足は膝を曲げないって無理じゃない？伸ばしたままバタ足したことありますか？映像がなくて申し訳ないんですけど、足先までピンと伸ばした状態でバタ足するっていうのはなかなか難しいですよ。つま先までピンと伸ばしてしまうと本当に水を押せなくなる。だから曲げていいんです。角田コーチの言い方をお借りするとすれば、緩めるんです。そしてどれぐらい曲げるか緩めるかは、泳いでいる人の足首の可動域によります。足首の可動域に自信がない、もしくはバタ足で全く前に進まないという方は、膝を大きく曲げることがおすすめです。本来であれば足首のスナップを生かし、足の甲で水を叩いて進みたいですが、これには足首の柔軟性、可動域が必要です。なのでこれが難しい方は、膝を大きく曲げ、膝から下全てを足の甲として扱い、水を叩いて進みましょう。そして柔軟性、可動域を獲得していくごとに、だんだんと膝の曲げ方、角度が変わっていきます。最終的には膝の曲がり角度は小さくなっていくのですが、ここで注意してほしいのは、どんなに膝を曲げる角度が小さくなったとしても、決して曲がってないわけではありません。緩んでいます。この動作によってキックを打つ準備をしています。ここ勘違いしないように気をつけましょう。角度がついています。曲げています。緩めています。この動作がないとバタ足の難易度は破滅的に上がります。膝を伸ばしてバタ足しろイコールずっとピンと張って伸ばしたままではない。膝を曲げる角度が小さくなるとバタ足一発の威力も弱くなりますが、それで構いません。バタ足は強さではありません。強い一発よりも弱いたくさん、回数です。バタ足はリズミカルに打つことが重要。リズミカルなキックを打つために、ちょっとした練習方法をご紹介いたします。やり方1、10回、20回、30回と自身の能力に合わせ同じテンポでバタ足を打ってみましょう。回数は多くなくてもいいです。これは同じテンポで打ち続けることを意識してください。やり方その2、10回、20回、30回のバタ足を何秒で打てるか、この時間を測ってみましょう。かかる時間が短ければ短いほどリズミカルなキックが打てている証拠です。このメニューやるときは特に膝の角度とかは気にしなくていいと思います。打つ回数、時間に集中してやってみる。物足んない方は10回、20回、30と言わず100回、200回、300回と回数を好きに決めてみると面白いと思います。このように膝は曲げる、緩めるという前提でバタ足キックを練習してみてください。では次は水中視点の映像を見ながらお別れの時間でございます。やっぱ私バタ足苦手です。私のクロールはやっぱり腕で進むことがメインで、バタ足はその補助ぐらいの考えで今後もやっていきたいな。あんまりバタ足に重きを置くクロールやりたくないな、などと甘えた考えを持ちながら、たまにバタ足も頑張ろうと思います。これを見ているそこのあなたもバタ足大嫌いかもしれませんが、たまには私も頑張って私と一緒に練習をしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。